こんにちは、アレチンチャンネルです。今回ですね、トーマストミカのディーゼルを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん。おー、はい、おートーマス機関車、はい、シリーズの中で出てきたディーゼル、最初のディーゼル機関車ですね。おー、はい、とディーゼルです。はい、トーマス&フレンズシリーズですね。おーはい、おビカメラで買いました。はい、おディーゼルです。これも連結ができるっていうことですね。はい、はい、後ろは注意事項です。では、じゃあ、はい、開けましょう。おー、早速開けたいと思います。はい、じゃあ取り出しますね。じゃじゃーん。はい、おーディーゼルでーす顔がかわいいおーディーゼル機関車ですね。蒸気機関車ではなくてディーゼルです。おー真っ黒で黒。はい、はい、ディーゼルのモデルとなるのは、イギリス国鉄の08型ディーゼル車ですね。お車体は黒です。おいいですね。ソウル島に最初に来たやってきたディーゼル機関車です。はい、おちゃんと2023年のトーマスのおでベトナム製ですね。お22年で、はい、かわいい、いいですね。ディーゼルの性格はちょっと悪いですね。意地悪とか乱暴もよくする。なぜならちょっと蒸気機関車に対して自分がディーゼル機関車なので偉いというか、まあ、最新型と思い込んでいて、自信過剰の性格もありますね。はい、さまざまな問題を起こしている。はい、機関車です。ただ、はい、最初後半のところは第25シリーズなどトーマスとタチとジョキシャンツと仲良く友好的なになっている。まあもちろん意地悪面がまだありますけどもおいいですね、綺麗ですね。はい、ジョキシャンツと違って今回はディーゼル機関車です。おお、はい、連結の部分がありますね。はい、かわいい。おお、いいですね。顔がいいですね、かわいい。せっかくはちょっと悪いけど。はい、ということで、では、じゃあ今からターンテーブルで展示します。トーマストミカのディーゼルです。おー外とに最初にやってきたディーゼル機関車ですね。おお、いいですね、かわいい。では今からプチジュラマで展示します。はい、ペンクロのプチジュラマです。お今ディーゼルが困ってるトマスを助けています。いいですね。
以上です。アルチンちゃんでした。今回はトマストミカのディーゼルを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、外とに初めてやってきたディーゼル機関車ですね。おー、ディーゼルです。おー、真っ黒のボディです。はい、イギリスの国鉄の08型ディーゼルをモデルとしたものですね。はい、じゃじゃーん。おー、かわいい、顔がいいですね。はい、蒸気と機関車と違って、おー、ディーゼルです。おー、いいですね。はい、真っ黒の車体、黒車体ですね。はい、性格がちょっと悪いですね。意地悪と乱暴はよくするんですけども、まあ、トマスたちと機関車と、はい、有効的になっています。はい、おー、いいですね。モデル、はい、ミニカーとしては可愛い。おー、ただ特徴あまりないので面だけだけですね。おー、これもベトナム製です。はい、トミカ。おー、はい、ということで、ではじゃあ今チャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。